はい、あ、今日はちょっとあの出張 YouTube ということで、奈良であの着物の先生ご紹介できるですが、美代子先生いらっしゃいましたので、美代子先生の、はい、お教室に来て、いろんな動画をちょっと 3,4 個撮りたいと思います。でまずはなんかよく質問があるのが、着物の時のバッグって先生どんな持ったらいいですかとか、どこで買ってるんですかって結構意外に質問を受けるので、あのそれをちょっと美代子先生めっちゃバッグをお持ちなので聞いていきたいと思います。でさっきちょっとパパパってあのピックアップしたんですけど、着物の時のバッグね、これとかがいわゆるあのフォーマルなバッグです。お子さんの入学式、卒業式とか結婚式とかはこんなん持つんですけど、はっきりしてこのバッグはあんまり何にも入りませんので、なんかサブバッグ的なこんなんとか持ったりします。昔とかやったらね、こういうちょっとパーティーバッグみたいな、私が あまりにも今日カジュアルなお着物なので、ちょっとこれとこれ持ったらあまりにも合わないっていうのがお分かりになられると思いますが、これとかこれとかがフォーマルなお着物です。まあ、サブバッグ絶対必要です。何にも入りません。スマホしか入り、スマホとハンカチ入るかなぐらいです。財布入りません。財布無理です。長財布絶対無理です。こういうフォーマルなバッグもあります。あとはなんか今日とか何の出かけかって言ったらまたあの発信しますけど、コスモス見に行くんですけど、そういう時のバッグはなんかこんなんとか、さっきちょっと色々ある中からこんなん可愛いねって、これ帯で作ったのかな、どっちも。どっちも帯です。こういうのってどこで買ってるんですか。メルカリです。あ、なんかそういうあの手作り作家さん結構色々出して貼るサイトあるんで、そこで買って貼るみたい。めっちゃ可愛い中とかも、すごい見て、これも中も帯なんかな。いいですね。ね、めっちゃいいですね。ここ取っ手が帯締めになってるんです。でうちの母親もこんなん作ってた、取っ手帯締めで、ね、すごい再利用。これなんとかすごい、あの財布も入るし何でも入りますよね、いろいろ。ポケットついてる、こっちとかポケットついてるので、かわいいやつ。あの手作り得意な人は自分でもある帯で作れそう。こういうのもあります。あと今日はどんな格好でいくの。これ今日の美代子さんは可愛い。この半幅帯、うちの母親の半幅帯でちょっと見せてあげて、はい、ここベルトやね、これベルトです。このベルトどこで買ったん。これメルカリです。あのメルカリだそうです。はい、メルカリ大好きで、これで行くみたい。あ、これすごいね、写真撮るから今日ちょっとポイントになるかも。どれがいい。これやと寂しい。なんかこのバッグ可愛いよね。これはメキシコのメルカドバッグって言って、うんうん、メキシコで買ってきたの。メキシコにいてはる人に買ってきてもらったんですけど、ああそういうことか。着物に合う、着物にもモテるのって言ったら、今なんか最近この形が出たみたいで、メキシコのメルカドバッグ。あ、結構ガバって入りそう。カメラは入れへんね。でもいいかも、おしゃれ。でも秋とかやったらいいかね。真冬やったらちょっと、バンブーも、まあ、夏から秋ちょっと真冬やったらね、ちょっと涼しげな感じになっちゃうもんね。こんなんとか、私今日はあの母親、いつも母親の手作りばっかりやけど、 めっちゃずさずさ中に入れてしまうタイプなので、この中にカメラ入ってます。こんな感じです。まあ、着物の時のバッグはあのフォーマルな場合のこういうのフォーマルの時のカバンとか以外は自分でも出かけは何でも持ったらいいと思います。お好きなものたまにね、こうなんていうの、ショルダー、じゃあこれショルダーバッグって言うんだっけ、ポシェット、あ、ポシェットタイプとか、まあ、リュックサック持ってる人はなかなかおれへんけど、まあ、別にリュックサック持ちたかったら持ってもいいと思います。決まりないです。でもなんかこういう感じでお出かけするの可愛いと思います。ではまた明日。